人ぐらいですか？46名って言われてこんなんだよ。おはようございます。50分後に再生ですお願いいたします。おはようございます。ガリトーです。おはようございます。小村匠です。はい、始まりました、ヒーローズロード第3回ということで、こちらの番組は、立ち回りの中で道を見つけていく番組ですね。勝つための道を見つけて、2人で相談しながら立ち回っていくという番組ですけれども、まずその前に初めましてですよね。そうですね、初めましてですね、はい、もう今日は水木さんの代役ということで、はい、お邪魔させてもらいます。よろしくお願いします。水木さんちょっとご病気で。あ、そうですね、はい、ですよね。ちょっと体調不良の方で、はい、僕の方が代役で急遽出させてもらうという。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、今日のお店はですね、栃木県佐野市の、ライブガーデン佐野スロット店さんで、ヒーローズロードの収録となりますけれども、こちらのお店は私初見なんですけれども、たくみさんは。あ、僕も初めましてです。あ、本当ですか、はい、一応下見とか来られました。あ、一応昨日行かれたんで、行かれました。はい、行かれました。ちょっと上がってます。大丈夫、大丈夫です。ガリゾーさんという本物を全然大丈夫。見た瞬間からあんまり昨日とか緊張しなかったんですけど、はい、ちょっと今日朝会った瞬間に上がっちゃいました、はい、いやもうお気になさらずで大丈夫ですから。ありがとうございます。昨日見た感じどうでした？横が8台、はい、で8分の最低でも8分の1の道は見つけ、はい、ATK、LT 機の方は見つけられるかなといった感じで、はい、あと気になってるのが、スナイパーの方が、はい、筐体が赤だったので、はいはい、まあ、そこがかかってたら、青とかになってたらちょっと臭いかなと思ってるような感じですね、はい、今は。素晴らしいですね。ありがとうございます。私も昨日お昼から3時ぐらいまで、はい、3時間ぐらい打ちに来たんですけど、はいはいはい、同じようなこと考えました、ね、あ、本当ですか、はい、やっぱりこう、まあ、正解の形がじゃあ、まあ仮に5、6だとして、はい、スナイパーが全部赤だったんで。そうですよね、青になってたらって考えるともう分かりやすいじゃないですか、はい、一番分かりやすいなと思って。ですよね。あとは、はい、そうですね、ブラックラグーンが多分一番左端になるかなと思うんですけど、はい、ちょっとそこが分かりやすいところだと思うので、そうですね、なので、まあ、そこのラインと個人的にはモンキーターンとか、はいはいはい、読んでありましたね。そうですね、はい、確定系とか出やすいところを抑えられたらいいなと、はい、なるほど、はい、僕は思っております。今日は46名46名様です。なので、まあ、これぐらいの人数だと、まあ、設置台数的にもそこそこ立ち回れるのかなと思ってるんですけれども。そうですね、はい、なので、まあ、お互い情報共有しながらやっていけたらいいかなと思ってますけども、はい、まあ、そんな中で二条抽選番号は、僕の方が22番です。私がですね45番とほぼ最後尾ということでちょっとね、そうですね、今日並び何人ですかって押して46ですって言われて45って出た時ちょっと後ろに並んでる僕もおって思いました。そうですね、ちょっとしんどいから、まあでも、まあ、これぐらいの人数であれば、はい、そこそこ朝一、特に午前中ですかね、そうですね、午前中の状況判断が、まあ、こと、肝になっていくのかなと思ってますので、はい、お互いできるだけ広い視野で、はい、全体ホール全体を捉えつつ、お互い道を見つけていければいいかなと思います。はい、というわけで今日も一日お互い頑張りましょう。はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。さっき匠さんにもお話しした話なんですけど、私昨日お昼ぐらいに見に来たんですよ。その時にリゼロでね、ゼロゲームなのにランプついてる台が2台あったんですよね。まだ 1ゲームも回ってないのに。だからもしかしたら前日じゃないお店なのかもしれない。となると天候の入ってる道を見つけたらもう安泰って可能性もありますよね。なので入場時にどれだけいろんなところを見られるのかっていうのが、まあ私は今日の立ち回りとして肝心なのかなと思ってますね。ただ46人中45番なので果たしてそんなことを 見させてもらえる時間があるのかと
今日はラインが3本見えると思うんですけど、まずはスナイパー見ていきたいかなと。あ、赤ですね。ちょっと結構悩んでて、一応抑えます。でさっき言い忘れたんですけど、セチライス、オキソロのセチライスの10割超えみたいなやつが入っていて、取材がで、プラス右から8台が対象なんで、おはようございます。ああ、いけるな。本当はこっちがいかったんだけど、取られちゃいましたね。で、いろいろ見よう。いや、今日は全部消えてんな。じゃあ今日は前立腺なのかな。なんで2台ついてたんだろうな。では、一応私が狙っていた道の一箇所には沿われたので、もう一箇所、このノーマルタイプ側は、左二つ隣のところなんだけども、この道上の他の台とも、の兼ね合いも考えながら打っていきます。もう一台の狙い台がね、二台隣なので、果たして全てを把握できるかがちょっと疑問なんだけど、今回の新花火は前作の5号機の花火と違ってビッグ中ハズレが出ても10枚の払い出しがあるので、311枚が309枚になって履歴で分かるとかっていうお店でもないんですよね。あ、っていう台でもないんですよ。なのでちょっとしっかり視界に留めておかないといけないので、2台隣はちょっときついかな。はい、ということで早速打っていきたいと思います。バックインは多分しましたね。でこれ213番台なんですけど、あっちの右から5番目の位置にある台ですね。ちゃんと狙ってる方いますね。やっぱり皆さん考えることは同じなようで、確定画面待ちみたいなところはありますね。僕の後ろどこも動いてないですね。モンキーターンが1台動いてるんで、ちょっとあれで判別できるかなと、ラインに関しては。まやチャレンジ。あー、レア役をはどうしよう。左上段に単独狙います。はい、あー、この時点でもう、チェリーはないから斜め合理か、私、斜め合理か横合理かボーナス、どこに狙いましょう。中リールにチェリーコリーチェリー狙いましょうか。チェリーコーリーチェリー否定しちゃいました。65ゲームで投資1000円。65ゲームで投資1000円ですよ。めちゃめちゃコイン持ちいい。ドンビック以外のあれだかー。レギュラー中は中押しで上中段に氷狙って、他のリールにも上中段に氷を狙う。でこれね、もう毎回説明、他の番組では毎回説明してるんだけど、中リールの上中段に7狙って、左リールにもね7狙って、右リールにもね7狙うとね、7を下段枠した中段、氷が枠上上段中段の3コマ目をして右リール良くなる。全リール本来2コマ目押しなんだけどね、777って狙うと氷を仮に枠上に押してしまっても7が下段で揃っちゃうから、それをかわす制御で3コマ目をして良くなる。だけど私ね、なぜかね、中止めた後 先に左押しちゃうとね、左でミスっちゃうことが結構多いので、私は中止めた後、まあ、2コマ目打ち覚悟で右を押すようにしてます。
これは横交換だった時は、外れオア1枚役オア、斜め氷なので左上段にバー狙って普通に挟み撃ちですね。これはただの1枚役の取りこぼし。これが斜め氷転廃して斜め氷が揃うか、あとは斜め転廃して斜め氷が外れるかで、一応設定差が、あると思われるのが、この1枚役、今これですね、これと斜め氷転廃外れは設定差があると、まだ数字出てないのでわからないです。おう、まだ26ゲーム、チェリー氷チェリービ倒しで斜め氷とドンちゃんを両方フォローします。26ゲームドンちゃんビッグ、ビッグ中は、基本29ゲーム、1回だけ左リール中段に7をビ倒しして中リールに氷を狙う、それ以降はずっと逆押しと。で、斜め氷、斜め風鈴が多ければ偶数挙動、なければ奇数挙動。これでね、バラケメとか出てくれちゃったら、もうすぐにでも、たくみさんに報告しに行くんだけど。で、花火チャレンジ中の外れ確率が設定1で 6.0、 設定6で、あ、当たっちゃった、花火ゲームやらせてもらえない、設定6で 5.0 か、4ゲームで当たっちゃいました。でもリプレイチョークなのでどうだろうな。じゃあ逆押しでドンちゃんを狙って、あー、ダメだな、これはレギュラーだなー。あ、違う、ビッグだ、値段に落ちてるから7かな。おですね、7ビッグですね、5ゲームで7ビッグ、で花火チャレンジ中および花火ゲーム中はハズレとリプレイを数えていく、まあ、ハズレは、ハズレはユニモンで数えてくれるので問題ないんだけど、リプレイはユニモンじゃ数えてくれないので、カウンターで数えていきます。逆を調べたけど花火ゲームやりたいので入れます。花火ゲーム中の数字を追いたいので、で花火ゲーム中なんですけど、この長男をね、周下段に押して打った方がいいですね。純粋に花火ゲーム中は外れ確率の解析が出ていて、設定1で1/13、設定6で1/10ぐらいなんだけど、つまり設定高設定の方が外れが出やすい。その代わりね、高設定ほど RT リプレイっていうのが出にくいんですよ。だからそのリプレイと、ハズレを両方数えていくんだけども、リプレイにはね2種類あって、設定差のない全設定共通 7/3 の通常リプレイと、高設定ほど出現しにくいこの RT リプレイっていうの2種類あるんですよ。で、この高設定ほど出現しにくい RT リプレイはね、この長男を中下段に2コマ目押ししてやることで見分けられる。外れ、いいよ、でね、この RT リプレイを見抜く打ち方をしながら打ってみて、 RT リプレイ割る外れで計算するとね、劇的な設定差があるんですよ。設定1でね 7.7 ぐらい、設定6でね 5.0 ぐらい、めちゃめちゃ設定差がでかくなるので、 RT リップ班は
この2コマ目押しが 100% でやれるんだったら絶対やった方がいいです。これが設定差のない通常リプレイ。いや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 、ナビゲーム20ゲームでハズレが1RT リプレイ15だって、うわーちょっとひどいな。まあ1回ぐらいじゃ分かんないんでまだまだやりますけども、結構激戦区で稼働していて、前代系とか塊とかそういう系は慣れてるんですが、こういう列系はあんまり馴染みがなくて、なんか直感的には末尾狙いに近いかなと思いましたね。こっちから見てカロさんが急に生まれ出したんで、ただ抑えられてるだけで打たれてはないので、宿命の初当たりがいいですね。カロさんは早い。まだ花火ゲーム20ゲームしかやってないけど、ハズレが1回 RT リップたくさんっていうのはちょっと怖いな。当たり申した。151ゲーム、当たることは当たるんだよな。単ドンが降ってきてないので、バーかレギュラーか赤ビッグ、赤ビッグ、よし。ここでまたナビゲームの思考を得られる。入れます、13ゲームだから花火チャレンジの累計が30ゲームでハズレが6、リプレイ7、めっちゃいいです、めちゃめちゃいいです。これで花火ゲームも好転してくれたらちょっと自信つくんだけど、いや弱いな、花火ゲーム中だけ弱い。40ゲームでハズレ1でも RT リプレイ29、花火ゲーム中だけ弱い、他は強い。いや後ろのねバジ3も軽いんだよな。ジャグラーはどうなんだ。私が打ってるラインはここか。一応バケ1回引いてるな。もう1本、あれバケ3回引いてるぞ。あれ裏のアイムもバケ2回、あれやっぱりもう一本の方だったか、もしかして。バーサスがカドヨン、カドヨンこれか。まあバーサスは分かんないもんな。いやバーサス分かるはずだな。ビッグ1回目獲得枚数311、ほらビッグ中外れ斜め揃いで309枚で2以上確定なんだけど、309ってあればね決まりだったんだけど、でもなー、もう一台の新花火あれ結構ひどいぞ。そもそもあの人辞めるまであるんじゃない。辞めたら移動すべきなのかな、こっちを押せて。これ通常ボーナスじゃないの。あ、いや通常ボーナスじゃないか。さっきまでエアリティ終わってた。通常ボーナスだこれ。稼働後や、でまた逆者が押さられると。ただね当たんないんですよ。押さえてるだけなんで。当たった。275ゲーム。ビッグで、ね、投資8000です。スイカ。ああ、やっと1回出ましたね。
1回目のビッグでパネフラはしましたね。おー早い、2ゲーム、嘘です、3ゲームです。取り戻した。これはね、どんちゃんリップリップの特リップですね。いや、レギュラー、多分これチェリーでんじゃないかな。もしくは、トロワーズに7ビッグか。うん、トロワーズに7ビッグですね。345ゲーム、赤7ビッグ、赤7ビッグ。ちょっと花火ゲーム大事なんで残り10から入れますね。嘘でしょ、残り10から入れる体勢作ってるじゃん。外れオアイコーリプレイです。転廃して、あー、ふたちゃんと慎重に残り10から入れる体勢作ったのに、花火チャレンジ50ゲーム外れが9、リプレイ14、中身はいいけど、中身はいいけど、おう、29ゲーム赤ビッグかな、赤ビッグだな、赤ビッグ当たりは調子いいな、ずっと。わらけ見てないな。でもね、ビッグ中のわらけ目って、まあ、いろんな方の高設定挙動の台を追ってるんだけど、斜め風鈴が偶数挙動の台しか出てないように見えるんですよ。なのでもしかしたら前作の花火と違ってこれ5、6じゃなくて6だけなのかもしれないですよね。いや、わかんないけど、確信はないけど、だとしたら5だったら出にくいんじゃないかなっていう仮説もあります。まあ勝手に言ってるだけだけど、今のところ偶数とも奇数とも言えない状態です。さあ、こっからまた、リプレイ比率判別をやっていきます。入れちゃおうかな、ルイチあるけど、さすがに、さすがに次から外します、外さないです、次から入れます。よし、15ゲームだから累計で65ゲームで外れが9、リプレイ20。いや微妙だな、この花火ゲーム中も悪かったらちょっと私考えます。ダメだ、60ゲームで外れが2回だけ、アルティリプレイ44ですもん。ただね、通常時の風鈴めちゃめちゃいいんだよな。いやでもこれぐらいの思考じゃ650ゲームぐらいじゃ分かんないんだけど、ちょっと他の島との相談しながら大移動を考えよう。っていうかバーサス開いたじゃん。しかもこれバーサスゲーム中の数字が悪くてやめたわけじゃないっていうのは分かるじゃないですか。308ハマってやめてんだから、多分心折れやめだと思います。というわけでバーサスに移動してきました。道を探す、まさに道を探す立ち回りですね。この道上に今のところ残念だった台が一台もない。むしろジャグラーは
すべての台でレギュラー確率が足りている。いや、まだ開店から1時間半ぐらいなので、これぐらいの数字で何を言ってるんだと、まあ、いう意見もあるんだろうけど、ほぼほぼ決まるでしょうとなってからではまあ遅い、手遅れになる可能性も十分にあるので、まあ、今のうちに動いておこうかなと。あたた、上段が V だったらビッグ確定なんだけど、私が回したゲーム数が、なんぼだ25ゲーム。よっしゃー、当たり早い。関連 V 停止も一度もないと、すべてゼロ。ここから、バーサスチャレンジ、バーサスチャンスか、およびバーサスゲームで、外れとリップ比率判別やっていきます。バーサスチャンス中は、リプレイ割る外れが設定16巻で 2.8 から 2.2 ぐらいだったかな、 2.1 か、 2.7 から 2.1 ぐらいかだったな。もちろん外れが出れば出るほど高設定挙動。もう入れます、残り9だけど入れます。それぐらいね、バーサスゲームパンクするのが痛いんですよ。12ゲームで外れが5回、リプレイ3回、めちゃめちゃいい。でこっからアウテリップ班ですね、この3連 V の一番上の V を中下段に狙って、中段にリプレイ揃う、リプレイ割る外れ回数で見てやると、設定1でね 7.0、 設定6で 4.5 っていうね、もう圧倒的な設定差になるんですよね。なのでしっかり RT リッパンをやっていきます。これが設定差のないリプレイなので数えない。いや、さすがに弱いわ。1回も外れなくて、これだけ RT リプレイ揃われたら、20ゲームでね、外れ0、RT リプレイ16。いや、これはひどいな。1回じゃ分かんないからやるけど、さすがにちょっとひどいぞ。あー、なるほど。反逆が直撃したんですね。57回転ボーナス、また通常ボーナスか、多分通常ボーナスだと思うんですけど。で僕のラインにいるバンジョ3が、おそらく通常ボーナスに1回引いてる感じで、今目の前で間で、まあ、分かんないですけど、マイナス要素の点としてはやっぱり鏡の反応が悪い、まあ、そんだけなんですけど。で、角は、まあ、それっぽい人が皆さん打たれていて、仮に違かったとしても多分すぐ分かるんですよ、今フル稼働してるんで。という理由で移動します。投資が8000円だから、まあ一応このライではプラス、まあ判別は何もできてないです。ビッグ1200分の1か。また492ゲーム。まあ、3日前に、DMM の8周年でアロマティックトークっていう、木村魚拓さん、大木ひかるさん、グレートオズさんとゲストで
マリボさんが出ている番組に出させてもらったんですね。で、まあ、今日の収録のことをその番組内でお話ししたんですよ。その水木さんとガリゾーさんの番組に全然関係ないやつが出て、まあなんていうんですか、まあ代役ですけど、まあどういう立ち振る舞いをしたらいいか、まあ もちろんガリゾーさんとも初対面ですし、もちろん視聴者の方にもどういう立ち振る舞いをしたらいいですかと、そしたら木村さんがおじさんと呼べと、ガリゾーさんのことを。で、僕もいきなり初対面でなおかつ先輩ですごい尊敬してる方にいきなりおじさんは呼べないじゃないですか。ただその木村さんもとか皆さんにご相談したわけで、やっぱり言わなきゃいけない言わなきゃいけないというか、名誉を下されたというか、だからちょっと先に視聴者の皆さんに謝っておきたくて、後で1回だけでいいんで、ガリゾさんのことをおじさんって呼ばせてもらっていいですか。あのもちろんリスペクトあるおじさんです。97ゲームあ、まあ今のところですけど、まあ、それっぽい台に座れてはいそうなので、ついにこの台700ハマりを超えましたけど、おじさん、はい、ああおじさんなんか飲みます？あ、お茶でいい、大丈夫ですか？ありがとうございますどうですか？いや、その、ここはいいんだけど、これはダメですね、はい、あ、これがダメな感じですか、はい、普通でしたね、おじさんって言ったら、はい打ってる人、変わってないですね。ワンちゃんをボーナス1回引いてるんで、後でちょっとデータ見ようかな。76ゲーム初レグ、左が3本あるんでしょう。あとは2本はあっち側、あ、54ゲームビッグ、どうなんかな、まあ1本は間違いなくこっちだと思うんですけど、やっぱり強いわ。もうレギュラー9回ですよ、2000ゲームで。で、その裏も1800で傍若だけど7回。新花火はどうなったんだろうまだ打ってる同じ人が、あ、6の6まで回復してる。だったらやるか、だったら頑張るわ。正直ですね、この台は当たんないし、風鈴悪いし、バーサスゲーム中も微妙なんだけど、一回も外れてないし、ただ、道がね、明るいんですよ。どう見ても明るい道なんですよ。なので、まあ、幸い、投資も軽いですし、もうちょっと追ってみます。
768ゲームチェリーチョーク768もハマりましたよ。140ゲームで赤ビッグ3回目のビッグです。おう144ゲーム赤ビッグ振ってきて振ってきた。16ゲームで3連 V 外れが1回、それ以外は全てゼロ、完全なる普通挙動。入れます。バーサスゲームが欲しいので入れます。バーサスチャンスが53ゲーム、外れ9、リプレイ23、中間ぐらいですね。これはね、結構赤気味の黄色信号ですね。バーサスゲーム80ゲームで外れが4回、RT リプレイ55ですもん。ほら、一番上の総合判別っていうところ、ほぼ1でしょう。まあまだ思考が少ないからそこまでの信頼度はないんだけど、1600で化け5回、そう、全部ね、ちょっと足りないんですよ。この新花火も同じ人が粘ってはいるんだけど、ボーナス181分の1、ゴージャグは2100ゲームで負け7回、300分の1、ちょっと足りない。後ろのこのアイムもなんぼだっけ、設定56で255なんだけど、2700で10回だから270分の1、ちょっと足りない。全部ちょっとずつ足りないんだよな。そして私の台は思いっきり足りないでしょう。またここの履歴に相談する手もあったわ。そういえばあれから結構時間経ってるから、これが私だ。なんであるじゃん、309、208分の1、一応2以上。もしはあれが本当に、いやでもずっと311だから、しかも同じ人が打ってるから。裏は、ああ花火が同じ人を数えて打ってるな。しかもボーナス足りてる。いやでもバケ足りないぞ、だいぶ。ほらボーナスは足りてるけどバケが全然足りない。裏は、あ、こっちは足りてる。はい、というわけでおそらくビッグ中外れ斜め V 揃いが出ているバーサスに移動してまいりました。おそらくこれね、ボーナス引けないで苗やめなんじゃないかな。これレトロ、66ゲーム、あ、右赤、おやっと当たった、178、レグか。バーサスはね、私4号機の頃から好きだったんだよな。4号機の頃って110%当たり前みたいな時代だったんですよ。あ、当たったわ。
特リップ多分中リール中段にリプレイ止まります。これスイカ揃わないです多分。ほらね、左ビールビタ止まりだったらこうなるんですよね。254ゲーム、私が回したのが114ゲーム。ビッグだったら嬉しい。あ、ビッグか、ビッグだわはっ、あ、赤ビッグだ。じゃあ赤ビッグだわ。トックリブだったの忘れてたわ。115ゲーム赤ビッグ、追い線なし。うん、おかしいと思った。リプレイですね、トックリップです。はい、赤ビッグ63ゲーム赤ビッグ、よし、いいぞ。赤ビッグいいよ。1ゲーム私のバーサスゲーム返してよ。とりあえずバーサスゲームはまだやれる可能性がある。1ゲームで7ビッグ、7ビッグ、いいよ。また潰された。15からだから7ゲームしか消化できなかった。27ゲームでハズレが 1RT リプレイ22、ひどいな。いや、ロングウェイトです。バーが降ってきたので、ブランクを上段に目押し降ってきたので、22ゲームレギュラー。ああ潰された。横こうなってなんない。まだ諦めない。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 うしゃー。199ゲーム。この対では4回目のピックです。74ゲーム。74ゲームできれば V ビッグで。112ゲームよっ、 V ビッグ。5回120ゲーム回して3連 V ハズレが2回だけ、他はゼロ。完全なる奇数挙動ですね。バーサスチャンス12ゲーム累計50ゲームハズレ5回、リプレイ17、1以下だな。なんだろう、いやー外れが足りない。1台目ほどじゃないけど足りない。67ゲームで外れ4回ですもん。いや足りないって。3380割る60 12.0、 いや6以上だわ通常時の風鈴はさっきの台と違って6以上。風鈴じゃないベルか。一応 RT 中もさっきの台ほどではないけども悪いな。今裏で花火の音が聞こえるからさっきからずっと当たってるんですよ。同じ道の花火がビッグ中外れ出てないかどうかをデータカウンターで見に行きましょう。うん、やっぱ出てないか。このね、角田ゴンバさん前ってところ。でも当たり具合もね、だいぶ調子いいし、
俺ね出してるわけですから、しかも奇数挙動だから2以上で奇数打ったらもう5しかないわけですよ。だからまあ張り切って今日は積もれました、道を見つけられましたとは言い切れない部分はあるんだけど、一応手がかりぐらいはつかめたかもしれないっていうところで、時間切れにより今日の実戦は終わろうかと思います。で今2990ゲームでレグ10回で、ビッグが6回、500分の1、まあそりゃ負けますよね。ビッグ400分の1、生産中です、生産中です、生産中です。レグが330分の1なんで、まあ6くらいのところ、まあ、ビッグがねちょっと足んなくて、マイナスという感じで終わりました。時間の方が、まあ、多分この後回せば、まあ、多分伸びるんだろうなといった感じですね。はい、実戦終了です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いやなかなかちょっと私は結構、はい、悪戦苦闘してたんですけども、はいはいはい、匠さんはどうでした？あ、僕の方はですね、まあ、見えたラインで唯一取れいいところ取れたかなとは思うんですが、はい、道は見つかって、あ、そうですね、はい、道は一本見つけられたかなとは思います、はい、ですがちょっとサマイの方がマイナスで終わってしまって、はい、結局何打たれたんでしたっけ？あ、花花砲ですね。あ、はい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 。で、まあ個人で1800ゲームぐらいしか回せなくて、はい、まあ、ビッグは400分の1みたいな感じ。おー、しんどい、はい、でそれで、まあ、マイナス3枚で終わっちゃったんですけど、あ、まあ、レギュラーのあれは分かんなかったんですか？そうですね、ちょっと判別するにはちょっと足んないかなっていうような感じなんですけど、一応偶数よりみたいな、はい、あ、なるほど、一応、はい、って感じですね。だ、まあ1800回転しか回してないからしょうがないかなと思う。まあそうですね、僕的には思ってます。多分この後、まあ伸びてくれるかなと、はいはいはい、信じております。あの一応データも見れるお店なんでね。あ、そうですね、後でちょっとチェックしてみます、ね、はい、私はですね、あれからまあ悪戦苦闘してたんですが、はいはいはい、データサイトを見てるとですね、はい、あれこのバーサス全部311なのに1個だけ309あるぞっていうバーサスを見つけまして、あ、はい、まあ、ビッグ10ハゼルというか斜め揃い、まあ、イコール2以上確定、はい、まあ、それが本物だったらの話なんですけれども、はい、私一応その手取りまして、はい、そしたらですね、ガチガチの奇数挙動になったので、あ、まあ、2以上、もし2以上が本物なんだとしたらもう5じゃないですか。そうですね、はい、でそこからですね、もりもり出玉を盛り返しまして、はい、投資が、7000円で322枚、はい、出玉がですね、なんと1643枚も出ましてめっちゃ出してますね。プラス1321枚と。いや、ただ、まあ、道を見つけられたかどうか分かんないんですよ、結局。そうですね、あっちが難しかったですよね、はい、すごく。だからあの私の真裏にある花火が309出てくれればずっと粘ってたんで、その人も、はいはい、でしかも、なんだ、花火の島で唯一粘ってる方だったので、そうですね、はいはい、なのでこの後データサイトを見て309が1回でも出てくれば、よし、私は今日道にたどり着けたんだなと思っておこうかなと思ってます。そんな感じですね。なるほど。一応僕のそのライン上の反逆があったんですけど、はい、皆さん反逆から反逆を軸に選ばれたって感じで、はいはいはい、一応その反逆から4、5、6画は、あ、そうなんですね、はい、お聞きしました。あ、じゃあもし正解なんだとしたら、正解が5、6なんだとしたら5か6ってことなんですかね。そうですね、よかったよかった、まあ、一体4、マジでわかんないです。まあお互いじゃあたどり着けたかもしれないということで、そうですね、かもしれない、はい、で終わっておきますか。はい、で私ね、これ前回も前々回もいつも思うことなんですけど、はい、そのパチスロって前代系狙いとかって、はいはい、やっぱり私は戦いやすさは感じるんだけど、はい、面白みはあまり感じないんですよ。なんでかっていうと、はい、やっぱり前代系ってなるとこう頭数の多いチームの人たちの方がやっぱり有利ですし、はいはい、あと一般ユーザーからしてみると、もともとその機種はあんまり好きじゃないってなったら、もうそのお店に勝機ないじゃないですか、はいはい、でもこの道探しっていろんな機種にチャンスがあるでしょ。そうですね、いろんな機種にチャンスがあるでしょ、はい、となったらこうどんな機種が好きな人にも、はい、こう戦う価値がある。そうですね、
なので、まあ、そういう遊戯性と、はい、あといろんな機種を知っておかなきゃいけないっていう、まあ、攻略性、そうですね、この2つのこの遊戯性と攻略性がこう、まあ、混ざった、はい、このこれ道探し、はい、道探しってやっぱり私楽しいなってちょっと思いましたし、はいはい、僕もですねこういう何ですか道、はい、みたいな狙い方したことなくて、あ、はい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 、やっぱり変わった感じですごく楽しかったです、はい、なんかどっちかって言ったら末尾、感覚的には末尾に、あ、わかりますわかります、近い感じで、はい、すごい面白かったなと、こういろんな機種でチャンスを持てるこの道探しっていうのをですね、はい、まあ、今回我々も楽しませてもらいましたし、見ていただいている皆様もですね、もし、こちらの番組のタイトルですとかお見かけした際はですね、ぜひ参加していただければ嬉しいかなと思います。というわけで、今日も一日お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、また、この機会がありましたらですね、はい、参加してみてくれると嬉しいです。ぜひよろしくお願いします。はい、というわけで今日も一日お疲れ様でした。ありがとうございました。それではまた。